はい、昨日の巨人最高だったですね。ね、黒田投手がもう完璧なピッチングをしてましたけども、まさかの9回にね、サヨナラ勝ちを収めるということで、まずね、丸のホームランが出た瞬間にね、あ、ちょっと今日はやばいかなと思ったら、本当に嬉しい結果が待ってましたね。言ってみればね、完敗だと思ったら、まさかの勝利みたいな感じですよね。どういうことかって、丸でダメだと思ったら、見事に勝利ってね。ねづっちです。今日はゴルフに行ってきます。午前4時50分。嫁ありがとう。